エクマー始まりました。この4人で今回するのは何でしょうか、はい、今回は登場した急にいるんかい急に登場したすごいエクフラ9万人登録者数突破しました。なんで私が呼ばれたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。それで、そこで、お久しぶり。そこでですね、はい、まあ、9万人とかけまして、とあることに挑戦してもらおうかなと。ね、2チームに分かれてちょっと対戦をしてもらおうと思ってるんですけども、かなえ、かわけチームと、うん、サナパッチョ、ゆきのしんチームと、パッチー、はい、パッチー、ごめんなさい、はい、じゃあ皆さんちょっと質問していいですか。はい、ヒット数ってご存知ですか。噛んだ。今日はですね、はい、9万人にかけまして、はい、ヒット数がなんと999に近いチームの勝利となります。はい、おーい、というゲームを行いたいと思います。挑戦してってことですね、はい、罰ゲームはじゃあ何にしましょうね。ヒット数にかけてじゃあパンチ、パンチ、パンチ、誤差分パンチ。誤差分パンチ絶対嫌だ。さすがにスマイルパンチめちゃめちゃ罰ゲームしますけど、パンチだけはマジでやったことない。なんで嫌です。嫌ですね。絶対に嫌です。わかりました。じゃあ失敗にしますか。言った。誤差分ね。誤差分ね。いや誤差分ってすごいことになるからして40回するんですか。40回やる方がしんどいよ。もういいよ。一発ずつね、知って、はい、OKOK ということで、はい、ルールを説明します。はい、どのクエストでも大丈夫です。書庫にあるものだったら、はい、でどのキャラ使っても OK です。うん、はい、で、挑戦回数は3回、3回クエストに入っていいので、その中でいかに999に近づけるかという、はい、そういうゲームでございます。わかりました。で、どっちからやります？勝った方からな。勝った方から。最初はグッジャンゲン。はい、やったー。じゃあ我々からスタートということで、はい、頑張ります。それではヒット数チャレンジスタート。やったー。決まりがなさすぎる。さあということで、はい、パナエ、カワケチームでございます。よろしくお願いいたします。もうガークエッジが 100% 作戦を立ててくれてるので、はい、大丈夫でしょ。おそらく大丈夫だと思っております。はい、このすごいパーティーですね。ちょっと説明してもらっていいですか。ですね、今回行くクエストがバッキンガム校っていうクエストに行くんですけど、はい、星4号のイベントクエスト、はい、雑魚敵が、ボス1からボス3にかけて全部めちゃめちゃ多いんですよ。なるほど。シールドとかもあるよね。シールドとか加えるとすごい多くて、うん、でその上でスパークバレットのキャラを3つ用意してます。はい、この最初の孫作さん、孫作と、トシエンド松、あと、はい、4万っていうのがスパークバレット持ってて、なるほど。で4号だとスパークバレットの数が40に変わります、うんうん、40発に、うん、でスパークバレットの数をちょっと調整して、多すぎると999に以上に行きがち。なるほど。なのでちょっと減らしてます、調整力。はい、どうでしょう。白爆発を入れてるのは、まあ、それ以外のキャラを、巻き込みやすい、うん、なるほど。のでエデンを、孫作使ってるとこ初めて見ました。私も持ってなかったもん。この人ラック90じゃないですか。ラック90です。素晴らしい。一応ね、いろいろと考えて、まあ、カラミティジェーンっていう手もあったんですけど、うんうんうん、4号で進化させない状態でスパークバレットっていう手もあったんですけど、進化してるのいっぱいいるよ。うん、でもですけど、貫通で持ってるのがこの子が、あ、そうか、貫通の方が当たりやすいもんね。貫通の方が当たりやすいんで、まだ一発狙うっていうよりはもう常に狙っていく感じってことですね。そう、ボス3回とも999を狙う。なるほど、はい、回数を重ねて。わかりました、うん、いきましょう。いきます、レッツゴー。最初の初手からもうこいつら稼げるなっていうのが分かると思います。このザコの量でさえも、あ、そこまで行くんだってなるんでね。うん、この辺はもう引かないから、うん、カットされるでしょう多分ね。まあ、ここでも言うて多分500ぐらいまでは伸びるので。そうなんです、なるほど、うん、で、あとできるだけこのこれね、あー、取らんといて、まあ仕方ないか、剣とかは取りたくない。なんで？倒しちゃうとヒット数が減るんすよ。あー、なるほどね、うん、確かに。ちょっと一旦ここでも狙ってみますか。999白爆発拾えば、孫作拾う、孫作までいけるかな。 EL なんで割と広いはず。ここでおー、あー、まあでも何、94か、うん、うん、いきますか。行くか、1体ぐらい処理するか。
上にバスだっけ。え、一体処理するのむずくないこれ。難しいっすかね。行きましょうか。行く？斜めに行っちゃいましょう。行きます。はい。ここでむっちゃ行くな。1154。あれ、むちゃめちゃ行くな。まあまあまあ、この調整が難しいな。ここはね、かなり調整が難しいところではあるんで、もうこうなったら無理ですよね。ここまでの雑魚だと少なすぎるんで、少なすぎるんで、次やっぱ雑魚1体ぐらい倒してる方がいいのかな。1100ぐらい、うん、1体ぐらいかな。1体ぐらいですね。1体このヒット的に、うん、いい？はい、オッケー。1体倒しましたマン。これで、うわ、むずいな、角度。よいしょ。よ、でも、でもいいんじゃない、割と。まあ、2体しちゃったら、割と、割とね。調整は効いたんじゃない。調整効きましたね。かなり良かった。これ以上、多分調整するの結構むずいよね。うん。なので、あの感じで、次ラストも、それでいきましょうか。1体倒して、縦でいきましょう。2回ワンテンで。ああ、いや、でもいいかもね。先死ぬもんね。先死ぬんで、ピンピンで、これでも当たりに行くのむずいな。いきます。よし。これで、よし。絶対行ったでしょ。絶対行ったでしょ。絶対行ったっしょ。出せないと思うよ。これは出せないよ。チャンス僕ら一回でよくないですか。一回にして相手チームも一回にしてって。確かに。ここも倒しちゃいます。倒しましょう。はい、これはもう終わりです。これはもう終わりです。これはもう勝ちです。無理じゃね。無理でしょ、無理でしょ。パナエコアゲチームは以上で、はい、以上で、はい、一発で終わらせてやりました。お楽しみに。1チーム目はサラパッチョ雪の神チーム。イエーイ、イエーイ。さあ1チーム目終えましたけど、はい、どうでした。まあまあいいと思います。マジか、マジか。はい、しかも1回しかやってないです。もう自信満々で。え、マジで、はい、それでいいって。はい、え、じゃあ999じゃん絶対。マジか。999かどうかわかんないですけどね。だって1回で終わったんですよ。だって普通そうしたら追い求めるもん。マジやばいやん。もう1回でいいですと。うちらのチームは1回で大丈夫ですと。マジか、どうせあいつらここまで来れへんやろみたいな。いや、うち家で997出してっからな。チームと、はい、行くクエストのちょっと説明をちょっとお願いします。チームこのパーティー、パーティー龍馬の重心化を3体、はい、積んでおりますのと、ベビアクですよね、はい、の重心化この間したやつ、はい、入れてます。このスパイクベレットがやっぱ一番稼いでくれるので。なるほど。この、あの、ベキヘッジをうまく活用して、はい、やれるといいなと。はい。ベビーアクってのはなんか意図があるんですか。貫通で当たりやすいっていうところと、はい、爆発で龍馬さんのターンでも稼げるんじゃないかというところですね。はい。もう行くクエストはちなみに、あ、ベヒーモスね。ベヒーモスに一つ目は行ってみようかと思っておりますけど、はい、3回チャレンジあるんでね。はい、はい、行くぜ、スタート。これなんで、これよく見たら上に重なり合ってっから、あってっから。なるほど。いっぱいおっから。これもうん、どのステージでも狙ってく感じですか。もう、あ、どでも狙えるのは多分ボス戦入ってから、ボス戦、なるほど、うん、ボス2とか、はい、いいかなと思ってやってみてました。到着。とりあえず当たる。これでいいやろって。これは来んやろって。大丈夫っしょ、あの二人だから。そうそう、これ以上来んでって。おもろいな、この遊び。気持ちいいな。こんなちっちゃい豆飛ばしまくることないもんな。確かに、確かに。おりゃ、なかなか、手がボス戦ですかね。うん、136と。ルル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 ル。いやいや、足りんな、全然。配置も結構あるんですよ。なるほど。あ、そうだ、でも近いよ。よ、このボスに入る時の
配置。配置。大事よね。近い方がいいですか？近い方がやっぱ当たりやすいからね。どうですか？次、どれ？ちょっと。おい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 。ちょっと当たりにくくなったけどな。おれ！あれ？どれ？おやー！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 私はでも次もまだ大丈夫。そうそうですそうそうそう。でもこの子来れるんですよ。50だもんね。はい、50なんでこの50ちょっと待つかその辺で。あ、そっちに。おー！何やったんねん！ベビアク強い。どうかな。どう思います。あやばいやばい。あとマニア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 。マニア。にゃーどうしよう焦りが生じています。向こうのチーム999いったってことかな。か運が良かったの か, かそれか傲慢かさあということで2回目のチャレンジでございますね。はい、はいはい、次はどこに行くんですか。これまたちょっと雑魚が密集しているバッキンガム校なるバッキンガム校ですねやつに、はい、ランスロット3体と同じくベビアクのクリティカル野郎行きました。また同じ狙いです。パークバレットパークバレットを駆使していく。なるほど駆使していく。あっちょっと練習あれちょっと違うどうだおお全然足んないですねおかしい。次やな。はい配置が悪かったこれまでは。そう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 なんです、うんうん、これさ今回も悪い気分はい湖の乙女よそりゃおいえおい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 ここですよね。ここですよここですよね。ここ前夜だろ。ラストチャンスになるか。でもこっちから怖い。いやここでかい。コンティニューで。やっぱりじゃあ一発目の初始貫徹ということで、はい、ベイモスベヒモに行こうと思います。トゥルゴーなーなーなーおかしいよな。練習おかしい青日おかしい絶対におかしいと思う。ここには魔物が住んでいる。雑魚感雑魚感すげえ、ね、重なり合ってるとそんなひっこいけへんとかあるのかな。なんかね、カニの輪になりましたね。ね。はい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 近づいていてください。はい。いいでしょう。はい。でここで先行って目に行ったらちょっとなかな少なかったから、カスタムな。とりあえずとりあえずこのまま近くに。こっちで。あそっち行った。はい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 。しまった。ダメだった。次だな。もう形がするじゃん。あ、行こう。どりゃー。うわ、やりすぎよ。でも、これでいけんじゃん。そう、いけそう。ピタイチ。シールド、シールド、シールド、シールド。プロプロするの早いなー。プロプロする。泣いても笑ってもこのステージが最後ですね。なん次が HP 龍馬さん。あここにあれがありますね。あっおっゴーシー今432で出ておっ手癖分かるねその手癖じゃあこれで爆発で誘発するとして右龍馬まで行くっていうのどう。いいと思います。でも提出させていただきます。はいはい、ということで3回挑戦が終わりました。はい、それじゃあ結果発表に移りましょう。さあということで、はい、両チーム終わりました。
ちなみになんですけど、ステージに行ってましたね。あ、そうなんだ。はい、こんな感じのパーティーでございました。うーん、龍馬だけやね。なんで安定しなさそう。出るとき出るし、うん、出ないとき出ない、なんかその調整難しそうなパーティーですね。でも出てるかもしれないからね。そう、そこが難しいとこだな。敵少ないっすよね。いける？これだけでいける？この数でいけるの？むしろ7で8、9って。本当に違うでしょ。めっちゃ少ないですよね、うん、いける？君たちは知らない。このザコたち重なってんのか。すごい。あ、そういうことね。そう、どうなっているのか。はい、ということで、じゃあ結果を同時に発表したいと思いますので、先にチラが打ったよ。僕らはあの挑戦のためにね、挑戦したからね。そう、ザコ処理やってるから、この後です。なかなか打たないね。緊張する。起きたよ、起きたよ。よっしゃということで、サラパッチョ雪の陣チーム、うん、971、田内川家チーム1002。よし、ということでバラカイチーム勝利。よし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 よクリティカルが出て、ボスが死ぬ。あ、なるほどね。それが面白いよね。あの、メイ、何やってんねんし。そういうことですね。でも意外といい勝負でした。そうね。そうだったかね。ということで、マックゲームは、失敗でございます。あ、ちょっと待って、やり方はわかんないんだけど。いいんすか、その指、なくします。ってなるじゃない。パーンって消えます、多分。どこの大将軍やね。どういうふうにやるか。じゃあ負けた方が川家に行こう。はい、タンチマグッチ、みんな持った。今のずるくない？今のちょっと待ってね。なんかあのずらし方ずるいよ。騙されてるよ。騙されてるよ。今のはずる、今のずる、ずる、ずる。分かったよ。さあ、ということで、負けたチームに罰ゲームお願いします。します。せーの。えぇー、どう？どう？優しかった？優しかった？ひどめの傷めの跡私なんかすごい。でも意外と意外と意外と、ね、細い。あれ細い細い細い方がむしろ痛いかも。デブいいですね。おい、デブいって、デブいって言うな。この指に向かってデブいって言うな。ヒットするチャレンジ面白かったですか？面白かったね。面白かった。できた人なんか欲しいよね。はい。999出した人。欲しい。あの誰かのツイッターに、いくらでもいいんで、はい、ツイートください。動画付きでね。うん、そう、うん、お願いします。お願いします。お願いします。今撮るか。ありがとう、ありがとう。あー、こんなんだった。全然手加減した、全然手加減した。こんなんだった。一番赤くなった瞬間に写真撮ってインスタ上げたのが、よかった、よかった、よかった。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。エクフラチャンネルの登録はこちらから、そして雪のシーンモカピの新チャンネルはこっちから見れるよ。これからも応援よろしくお願いします。